今月17日、トルコ・アンタキヤ。名古屋工業大学の北川圭介教授らのグループがトルコ・シリア地震の被災地を訪れていました。被災地を支援しようと送られたのがインスタントハウス。建築デザインなどが専門の北川教授が開発しました。はい、よろしくお願いします。袋状のテントシートに空気を送り込み、中から断熱材を吹き付けるだけで4時間ほどで建てられます。夏は涼しく、冬は暖かい上、風速80メートルに耐えられる強度もあることから、災害時の仮設住宅としての活用も期待されています。ソファーとかテレビとか毛布とか絨毯とか、もしくはカバンとか服とか、そういったものが挟まっちゃったままなんですよ。だから震災が起きてそのまんまの状況ですね。復旧がなかなか進まない中、少しでも快適に過ごせる空間を提供したいと、インスタントハウスの販売を担うライフルと災害支援を行う NGO が協力し、トルコで実際に設営するプロジェクトが計画されました。インスタントハウスが被災地に送られるのは初めてです。現地に来てくださった大工さんと現地の方もやっぱり早く簡易住宅ができるということでパーッと来てくださったり、現地の人たちに施工方法を伝えながら協力して建てていき、わずか1日で3棟のインスタントハウスが完成しました。 Just as easy as putting up a tent. The tent keeps us without air and it's very hot inside. The instant house will keep us cooler at night and much safer inside. こんなに早くできるのっていうのは一番多かった声ですね。皆さんの感動した様子はちょっと本当胸をぐっと打たれてですね、本当作ってよかったなと思いました。また北川教授は避難生活を少しでも良いものにしようと自発的に動くトルコの人々の前向きな姿勢に感動したといいます。こういうインスタントハウスって現地の一般の人でも作ろうと思えば作れるような仕組みになってますので、現地の人たちが自立をしていきやすい家を作るっていうのをもっともっとこういうふうにシンプルにしていくことで、なんかその被災された方々の心の持ち方でもですね、もうモチベーションがぐっと上がっていくもんですから、なんかそういったところはもうどん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 私も知見を現地に届けていきたいと思ってます。ライフルによると、今後もトルコ側から要望があればインスタントハウスを建てていきたいとしています。